アルミランティ・リサールはアルゼンチン海軍に所属する最氷艦。アルゼンチンの南極基地へ人員、物資を輸送するとともに南極海における科学的調査を行う。アルミランティ・リサールは先代の最氷艦ヘネラルサン・マルティンの代替として1975年にフィンランドのバルチラ造船所に発注され、1978年に収益した。 艦名は1903年に、スウェーデンのノルデンショルド探検隊が南極で遭難した際に、その救助に活躍したハンソーコルベット、ウルグアイの艦長フリアン・イリサール少佐にちなんで、つけられた。現在のアルゼンチン海軍においては、補給艦パタゴニアに次ぐ排水量を持つ大型艦である。アルゼンチンが南極に設けた越冬基地を、はじめ多くの観測拠点への人員と物資を運び、 南極向けの観光客を乗せることもある。1メートル厚の開票を連続採氷可能で一度更新をかけてから氷に体当たりするラミング採氷能力は6メートルに及ぶ。3000立方メートルの貨物を収容する船倉があり、艦上には16トンクレーン2機と60トンの巻き上げ能力を持つウィンチを備える。また中型ヘリコプターに気分の格納庫とヘリデッキを有し 主として、シーキングヘリコプターを運用する。船内の研究室は、後術の火災事故からの修復を機に、床面積74平方メートルから412平方メートルへ拡張された。1982年のフォークランド紛争において、同紛争の発端となったアルゼンチン軍による、フォークランド諸島占領作戦、ロサリオに上陸作戦艦艇の一席として参加。 4月2日未明にヘリコプターを発艦させ、海軍のコマンド部隊を同等の制圧に向かわせている。本土の海軍基地に帰還したアルミランテイリサールは160床のベッドと医療設備を搭載し、それ以降終戦までの期間を病院船として活動した。2002年6月、ロシアのノボラザレフスカヤ基地へ補給を行っていたドイツの対抗利貨物船マグダレーナ・オルデンドルフが 南極プリンセスアストリットコーストで氷に閉じ込められ、脱出できなくなった際に、南アフリカの調査船、アガラスと共に、その救助に当たった。アガラスのヘリコプターが、乗船者のうち89名を空輸で救出後、アルミランテ・リサールが開票を割って現地に到着。すでに熱い氷に囲まれた、現場海域から、陶器の間に、 事故船を解放することはできなかったが、貨物船に残って越冬することになった、乗員16名に救援物資と医療スタッフを送り届けた。2007年4月10日、南極からの帰路にあったアルミランテイリサールは、発電機質より火災を起こし船体後部にかけて炎症した。船体の15%が焼け落ちヘリコプター2機も失ったが、乗員。 乗客296名は脱出して死者は出さなかった。艦長他数名は艦に泊まり、火災発生から10日後に栄光されて、プエルトベルグラーノの海軍基地に寄港した。修復工事は、ブエノスアイレスのタンダナー造船所に発注され、機関の乾装と船体の近代化階層は、スペインのセネル社などに委ねられた。修復を機に、 乗員乗客の収容人数を245名から313名へ増加させ機間出力も強化する計画で2011年から2012年の南極公開で再収益させる見込みであったが実際の工期と費用は当初の見込みを大幅に超過することとなった火災から10年後の2017年7月に概要での試験公開を実施 2017年12月18日をもって南極基地への補給任務に復帰した。ウシュアイアの港で2018年3月11日、再氷船ローレンス・エム・グールドによる回収を開票に阻まれ南極半島北東部のジョインウィル島に孤立していたアメリカ人研究者ら5名をヘリコプターで救出した。ありがとうございます。